どうぞ。夜ですが、こんにちは。珍しく外ロケですけども。外ロケですね。はい、はい、誰ですか？農場ジョーです。なんて？農場ジョーです。田中さん。田中さん、田中さん、よろしくお願いします。田中さんの夢は何ですか？まあ、健康は大事ですよね。僕の夢はね、チンコです。僕の夢はね、チンコです。チンコです。僕は本当に死ぬまで勃起していたい。勃起死したいんですよ。このチャンネルではいつも勃起にいいもの、例えば食べ物だったり習慣だったり運動だったりいろいろやってますよね。女性といた方が若々しくいられるというのもありますから、それがガッチャンコしたら最強なんじゃないかなと思っていろいろ調べてたら、このツイートにぶち当たったんですよ。ツイート、はい、ほう、こんなジムがあるのかと。それだよ、腕をこうやってやるやつ。それとジムがガッチャンコしてるのがあるって見つけたから僕来たんですよ。新宿歌舞伎町にあるんです。見て、9階、ドラゴンジムさん。名前もね、かっこいいよな。僕もね、ゴールデンボールジムに22年通ってますけども。ゴールデンボールジムですよ。あ、ゴールドジムか。ゴールデンボールだと金玉です。乗り換えるかもしれない。あ、もうジムを変えるかもしれないか。そのぐらい僕は期待してますよ。これはちょっとゴールドジムにとっては朗報ですね。なんつったの？いや、ごめんなさい、冗談です、冗談です、すいません。確かにね、強制退会させられかけたこともありますよ。はい、叶ったり、叶ったり。ごめんなさい、口が滑る。ノートも書いてるよ。どんなジムなんだろうね。受付は仕切りがあって顔が見えないようになってたりする。いや、だからそれ見てるとみんな大会出てたりとか、そういう人たちですから。さあ、着きましたよ。おお、こんにちは。すいません、すごいぞ。ごい、この方たちはパーソナルトレーナーです。パーソナルトレーナーさんだって。今日一緒にトレーニングをしてくださる方。はい、そうです。夢あるな。今日は清水健さんにパーソナルトレーニング体験していただきます。やったー。これやっぱね、トレーナーとの相性って重要なんですよね。ちょっと夢を叶えるために3つの質問してもいいですか？嫌そうですけどね。あの、嫌だったら嫌ですと言ってくださいね。あ、じゃあよろしくお願いします。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 あ、今ので誰が濡れやすいかっていうの分かったぞ。手がビチャビチャ。ありがとうございます。で、次に、耳垢って湿ってるタイプですか、それともカサカサしてるタイプですか？私はカサカサしてます。あ、カサカサ、あ、セクシーだね、これね。カサカサです。あ、カサカサですね。はい、ちょっと湿ってるんですね。中間、中間ね。時には湿ってるし、時には、これはあの耳垢、あのフェロモン値を測ってます。過去動画を見てください、うん、最後なんですけど、申し訳ないです、皆さんね、髪の毛お綺麗ですけど後ろにやってください。あーって、これちょっと伸びしてみましょうか。伸びをしてください。伸びを、はい、ちょっと伸びたままですよ。伸びたままです。あ、どうして、どうした、え、どうしたの？汗かいてる。あ、汗かいたんですね。僕はエロい目で見ないですから大丈夫です。真剣にトレーニングしたいんで、真剣にトレーナー選びしてます。目勃起してる。 目はもうバッキバキになってます。よし、じゃあちょっと待って。あー、今日疲れたな。こうですね。はい、お願いします。あー、疲れたな。そのままでストップですよ。そのままでストップですよ。よいしょ。これはちょっと待って、はい、これは無理。はい、お願いします。あ、はい、お願いします。あ、最後お願いします。あ、回るんですね。いや、これね、あの脇を見るとあそこの締まりが分かるんですよ。はい、広背筋のつき方と脇の面積って変わってて、その広背筋とおまんの締まりっていうのは結構密接な関係があるんで、これガチです。何ですか？もう疲れてる。今日もなんか帰ってもいいかな。ダメです、トレーニングの体験をしなくちゃいけない。あ、そうですか、はい、じゃあ
ありがとうございます。お願いします。はい。よろしくお願いします。じゃあどうすればいいですか？着替えて。はい。ですね。はい。ありがとうございます。よいしょ。オープンスペースにご案内します。あ、こういうのがあるんだ。うわ、広い。そう、こちらがオープンスペースです。ああ。うわ、広。すごいな。クロームダンベルが10キロまでで2番子だ。ラバーダンベルも10キロまで。あ、10キロじゃない。これは30かな ?30 まで。インボディあるんですか？はい、インボディあります。すごいね、はい、私自身思ってるのは一番正確な体重計だと思ってて、へぇ、3桁ぐらい、70から3桁ぐらいする。そうですよね。あのね、インボディはあれなんですよ、その体の筋肉量とか体水分率とか、あと筋肉はどこがついててどこが弱いかで全部ね出してくれるの。バランスも出てきます。ええ、で生活習慣とかね、そういうのも全部筋肉と喋って、筋肉と喋ってんですよ。筋肉と喋ってんですか。いや、マシンいいですよ。これもタフスタッフだ、はい、しかもスミスがちょっと太めだからさ、あ、重いやつね、最初から重いやつだね。いいね。初期重量が20キロかな、これ。すごいすごい。あ、スタートレックで、しかも膝に優しい一番新しいやつ。おー、ラットはこれどこのラット。これもタフスタッフなの。そうだよね、だタフスタッフここついてないもんな。カルジムだって。これちょっと知らないな。これあれじゃないですか、あかねさん。あかねさん、すごいね、ハイパーボルトもあるんだ。はい、これやってくださるんですか、終わった後の。はい、はい、どうやってやるの。あかねさん結構あーだり、そうやってやるのね、はい、あれ店長はどうしたんですか。心配なので、心配なので、じゃあここ出てきてください。はい、あ、いいじゃん。信用されてないです。そんなことないです。個室があるんですか。あります。あれ、個室、じゃあちょっと行ってみましょう。ここが個室か。はいはいはい。なんでこれ色が紫になってるの。なんかちょっとエッチな、ちょっといいんですかね。ということで、僕がやりたいトレーニングあります、はいはい、僕の夢が死ぬまで勃起していたいということで、この3つのトレーニングを持ってきました。これです。ラットプル、スミスのショルダープレス、フレンチプレス。じゃあまずラットプルをお願いしようかな。はい、はい、お願いします。はい、え、これもしかしてだけど、このスミスの重さで膝を支えるってこと。あ、そうです、そうです。あー、考えられてる。こう上がっちゃわないように足が。これ考えられてるね。初めて見たかも。あ、本当ですか。うん、じゃあまず、はい、肩幅の 1.5 倍握ります。はい、ここにバーで足を止めます。ほうほうほう、はい、ちょっと反らして鎖骨に引くぐらい、はい、引きます。で、この時に肩が上がらないように。はい、あ、フォーム綺麗。あ、これ何回ぐらいやればいいんですかね。筋肥大したい場合は、はい、あの高重量で5回から8回とかぐらいの締まったようなアスリートの体験にしたいときは、はい、軽重量で回数多めがいいです。あの、じゃあ勃起は何回ぐらいがいいですか。何回なんだろう。20回ですか。100回。わかりました。ちょっとトイレに抜いてきていいかな。ダメです、ダメです。ちょっとまずトイレに行くんです。トイレなんでもう抜くんすか。よっしゃ、なんかやんの。死ぬまでで。いやー、いいね。ここのジムにもその精神。おお、結構、あれ、これ結構だぞ。チーティング使わないといけないかも。オーライ。3、オーライ。2、結構です。これはスミスのショルダープレスですね。はい、そうです。スミスのショルダープレスは普通のダンベルと違って、はい、あの固定されているので安定して重量を使えるので、うん、近代化、うん、
近肥大。近大化したら結構未来のねドラえもんみたいな感じになっちゃうから。近肥大。近肥大なんですね。OK です。はい、おすすめです。はい、水が、うん、肩が上がらないように、うん、顎のここまで。ああ、あ、結構下ろすんですね。あ、これ呼吸はどうするんですか。吸って上げるときに吐きます。うん、吸って吐いてください。吐くんですよね、そこで。はい、わかりました、やります。はい、これ何回やるの。死ぬまで。死ぬまで5、おい、6、あ、あ、じゃあもう 2.5 ずつ今つけちゃって、はい、ああ、わあ、9、あ、よかった、1になんなくて。あ、たまにいるから。うわあ、入ってる今、ぐっと、あ、うわ、スティッキング、スティッキング、あらら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 ら、オッケー、ふう、痛てー、めっちゃ入るなこのマシン。じゃあ最後はフレンチプレスですか。すごい、これ何ですか。これ可変式のダンベルで3キロから32キロまで。あ、そんな簡単にカチャカチャっていけるんだ。あ、これ何、単位は何、キログラム。あ、すげえ。へえ、こんな便利なものあんの。どこに効くんですか。こちらは上腕三頭筋に。あ、腕の裏ですね。はい、なるべく肘を閉じた感じで。肘を閉じるんだ。うんうん、上腕三頭筋に効きやすいので、うん、で頭の後ろストレッチかけて上げていきます。あ、結構よいしょ、うん、よし、両手でやるときは小手で持ってダイヤモンド作ります。ここで、うん、うん、話していい？はい、大丈夫です。あかねさん、店長、ありがとうございました。めちゃくちゃ聞きました。これでこの後なんか特別な何かがあるって聞いたんですけど、何があるんですか。え、ストレッチ。え、何があるんですか。ストレッチ。え、ストレッチ。ストレッチいいんですか。いいわけないじゃない。ストレッチ。え、それはどういうあれなんですか。使ってあげた筋肉を伸ばして。筋トレ後に使ってあげた。あ、フタストレッチ。それはオプションなんですか。オプションですね。あ、なるほど。パーソナルやって、うん、で個室も多分個室料かかるんですもんね。個室料かか、30分いくらでしたっけ。1000円。では1時間トレーニングするんだったら2000円。2000円でこの空間だよ。ストレッチは30分5000円です。30分5000円。普通のマッサージと一緒だからね、それね。じゃあお願いしたいです。ぜひとも。どうやんの。え、で、すいません、これ脱いだ方がいいですか。普通のマッサージと一緒なんで脱がなくて大丈夫ですか。はい、はいはい、何するんですか。寝るの。マッサージがいいですか。ないですよ、ないですよ。マッサージとストレッチどっちがいいですか。二択なの。両方とないの。両方あります。マッサージとストレッチでしょ。でもマッサージで絶対にこうなるじゃん。ストレッチの方が密着感あると思うんで、はい、ストレッチの方がいいでしょ。はい、じゃあ押します。あーすげー肩甲骨をしてくれる。よいしょ。なんすかそのうわーって。うわーってなんすか。びっくりしちゃった。びっくり。今だってお化け屋敷のリアクションよ。はい、うわー、これ硬いんだよ。あれ、よいしょ。はいはい、よいしょ。絶対ハーパンおすすめです。長パンだったらこれ皮膚と皮膚。伸びた。よかった。すごい気になったのが、はい、店長が使った筋肉を伸ばしましょうって言ってたんだけど、使った筋肉一つも伸びてないんですよ。三頭と肩と、あ、まあ背中はちょっとやったか。三頭伸ばしてもらえないんですか。三頭伸ばします。あ、本当、はい、できるな。うん、あ、うわ気持ちいい。いや、行く。
行く行く行く行った。あノートも書いてるよ。最近僕会食が多くてお肉ついてきちゃったんですけど、はい、なんか食事指導とかしてもらえるんですか？なんか LINE でしてますね。LINE 交換できるの？それはちなみに社用ですか、それとも個人の？個人です。え、じゃあめちゃくちゃお誘い来るでしょ？そういうそういうキャラでやってない。あ、本当？店長はそういうキャラで売ってるんですか？え、そういうキャラの人いるの？私も意外と、うん、え、じゃあおすすめのそういうキャラの人教えて。でも分かるなんとなく、まあ、でも、うん、誘われる子もいますよやっぱ。じゃあトレーナーさん同士の横のつながりはあんまりないんだ。口は固めっていうことで。じゃあお願いします。食事、例えば晩ご飯の時にこれ食べてもいいですかとか、このメニューの中だったらどれがいいですかみたいな、そんな感じ。はい、そうですね。あとあのコンビニでおすすめの、うん、ダイエットに合う食材とかを、うん、たりとかご飯送ってきてくれて、でそれに関してコメントしたりしてます。え、じゃあ俺アットで最近食べたご飯の内容送ってみよう。じゃあ茜さんに今このご飯はどうですかっていうのを送ろう。これどうでしょうか？これは脂身が多いですね。え、ダメですか？どうしたらいいですか？肥大したい時は大丈夫なんですけど、うん、減量したい時は、うん、で何に変えたらいいですか？赤身のある牛、牛、鶏でもいいですし、うん、牛の赤身、牛の赤身ですか。じゃあこれはダメだってことですね。はい、もうドラゴンジムさん最高でした。ありがとうございました。ありがとうございました。わ、なんかこれ見た人、うん、ドラゴンジムさん入りたいって言った人、特典ないですか店長？あります、あります。ある。ドラゴンジムのインスタフォローしていただいて、うん、DM 送ってもらって、うん、抽選で100名様に体験無料、うん、体験無料プレゼントさせていただきます。え、無料で？無料でジム使わせていただけるの？体験って、はい、え、無料？無料絶対にみんな来るでしょ、うん、でもね、やっぱり無料だけ受けて帰ると彼女たちのねちょっとお給料とかもありますから、そこは入会してもらいたいなっていうのもあるんですけども、ぜひ体験してみて、すんごいいいから。インスタは概要欄の方貼っときます。概要欄、あ、ここに出るの？一応ここにも出すし、概要欄にもね出しましょうか。そうしましょう、そうしましょう。あかねさんとりなさん、はい、指名してみてください。最高でした、本当ありがとうございました。はい、ありがとうございました。夢叶いました。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。ここのチャンネル登録ボタンっていうのをポチッと押すだけでお金も時間も一切かかりません。わかりますよ、僕のチャンネル登録恥ずかしくてできない。デートの時にね、チャリーンチムケンチャンネル更新しましたってまずい雰囲気流れる。いや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 、でもねお願いします。管理画面で見ると未登録者数が 70%。 チャンネル登録者数が増えれば増えるほどモチベーションも目標も上がって、みんなに有益な動画を作ってきますので、ぜひチャンネル登録ここポチッとよろしくお願いします。